金閣寺放火事件は、1950年7月2日未明に、京都府京都市上京区金閣寺町にある、六音寺において発生した放火事件である、アプレゲール犯罪の一つとされた。消失する前の金閣消失する前の金閣木造、足利義満座像1950年7月2日の未明、六音寺から出火の第一報があり、消防隊が駆けつけたが、 その時にはすでにシャリデンから猛烈な炎が噴出して手のつけようがなかった。当時の金閣寺には火災放置機が7カ所に備え付けられていたが、6月30日に放置機のためのバッテリーが焦げ付いていたため使い物にならなくなっていた。幸い人的被害はなかったが、国宝のシャリデン46坪が全焼し、創建者である室町幕府三大将軍、 足利義満の木像、観音菩薩像、阿弥陀如来像、仏教教官など文化財6点も消失した。沈下後行われた現場検証では、普段日の毛がないこと、寝具が付近に置かれていたことから、不審火の疑いがあるとして、同時の関係者を取り調べた。その結果、同時指定の見習い僧侶であり、大谷大学学生の林証券が行方不明である。 ことが判明し、捜索が行われたが、夕方になり寺の裏にある、左大文字山の山中で薬物のカルモチンを、のみ切腹してうずくまっていたところを発見され、放火の容疑で逮捕した。なお、林は、救命処置により、一命を取り留めている。新聞記者、福田定一は、この事件の取材にいち早く駆けつけた。逮捕当初の取り調べによる供述では、同期として、 世間を騒がせたかったや、社会への復讐のためなどとしていた。しかし実際には、自身が病弱であること、重度の喫音症であること、実家の母から過大な期待を寄せられていることのほか、同時が観光客の参観料で運営されており、僧侶よりも事務法が幅を利かせていると見ていたこともあり、遠征感情から来る複雑な感情が入り乱れていたとされる。そのため、 この複雑な感情を解き明かすべく多くの作家により、文学作品が創作された。一例として、三島幸夫は、自分の喫煙や不幸な追い立ちに対して金閣における、美の憧れと反感を抱いて放火したと分析したほか、水上務は、寺のあり方、仏教のあり方に対する矛盾により、美の象徴である金閣を放火したと分析した。また、 服役中に統合失調症の明らかな進行が見られたことから、彼を精神鑑定した医師であるか等によれば、事件発生当時すでに統合失調症を発症しており、その症状が犯行の原因の一つになったのではないかという指摘もある。事件後、林の母親は京都市警による事情聴取のため京都に呼び出され、捜査官から事件の点末を聞くこととなったが、 その衝撃を受けた様子から、不穏なものを感じた警官は実弟を呼び寄せて、付き添わせた。しかし、実弟の実家がある大栄の木と、山陰本線の列車から、亀岡市馬堀付近の保津峡に飛び込んで自殺している。林の精神科運転を行ったのは後に、国立京都病院に、精神科を設立し、医長となる、加藤清である。1950年12月28日、 林は、京都地裁から懲役7年を言い渡された後、服役したが、服役中に結核と統合失調症が進行し、加古川刑務所から、京都府立洛南病院に身柄を移され、入院、1956年3月7日に26歳で、病死した。親子の墓は、親戚のいた舞鶴市安岡にあるが、墓は、今も清掃され花が手向けられている。 再建後の金閣車利殿現在の金閣は、国や京都府の支援、及び地元経済界などからの上剤により、事件から5年後の1955年に再建されたものである。金閣は、明治時代に大修理が施されており、その際に詳細な図面が作成されていたことから、極めて忠実な再現が可能であった。事件当時の寺関係者の解雇団等によると、 消失直前の旧金閣はほとんど金箔の剥げ落ちた簡素な風情で現在のように金色に光る豪華なものではなかった。また修復の際に創建当時の古材を詳細に調査したところ金箔の痕跡が検出され、本来は外壁の全体が金で覆われていたとの有力な推論が得られたことから再建にあたっては消失直前の姿ではなく、 総検時の姿を再現するとの方針が取られた。この事件を題材に、川端隆子が第22回清流社展で日本画の対策金閣炎上を発表している。大きな炎を上げて燃え上がる金閣を描いており、事件からわずか2ヶ月後の発表である、東京国立近代美術館所蔵。また、京都市消防局の1950年10月の 国宝防災週刊のポスターの絵は、どうもと印象が描いた、消失後の金閣で、焼けた骨組みの木材だけの姿である。小説では、三島幸を、金閣寺や水上勤務、五番町遊戯郎が描かれた。この二つの小説を原作とする映画が、前者は1958年と1976年に、後者は1963年と1980年に、 公開された。これらのうち、市川根監督、炎上と、田坂智隆監督、五番長遊戯理郎は、評価が高い。水上勤は、舞鶴氏で教員をしていた頃、実際に犯人と会っていると述べている。水上が1979年に発表した、ノンフィクション、金閣炎上は、舞鶴の感想、生成の全衆人員の子として生まれた犯人の、追い立ちから、 事件の経緯、犯人の島で事件の全貌を詳細に描いたもので、事件の経緯を知るための一時資料となっている。坂井子の金閣寺の燃やし方は、三島幸男と水上勤の金閣についての作品を比較し、論じている。2020年には、内見健が三島幸男の金閣寺と、 水上務の金閣炎上を結びつけて精神医学者から見た当事件を扱う金閣を焼かねばならぬを発表しおさらぎ治療賞を受賞している。ありがとうございます。